文書交通費、見送り、モラルのかけた議員らの上流階級バイアス、臨床心理士、経営心理コンサルタントの岡村皆さんが気になったニュースや著名人をピックアップ、心理士の視点から今起きている出来事の背景や人々の心理状態を分析する。今回は改正が見送られた文書通信交通滞在費について、 給与やボーナスとは別に国会議員に毎月支払われる100万円の文書通信交通滞在費の見直しが12月20日、見送りになった衆院選当選後、たった1日の在職で新人議員にも満額が支給されて問題となったあの文書交通費だ。初当選した日本維新の会の小野安志議員が国会の常識、世間の非常識というタイトルで自身の SN s に投稿したことで、批判が殺到したのだ。その後議員たちは、我が身に火の粉がかかっては大変だ。とばかりに次々と見直しを表明。全員が本音でそう思っていたかは謎だ。何せおの議員以外は口をつぐみ、それを当然のこととして捉えていたのだから、特に議員という立場の人たちは、本音より建前、いい人と思われたいという、世間体バイアス。 方の人より脅威だろう。ここは社会的に期待される言動をした方が得策。と考えた議員もいたはずだ。2009年の衆院選後にも同様のことが起こった。議員経験の長いものなら、当時の記憶が蘇ったのかもしれない。当選わずか2日の新人議員に、給与と文書交通費のダブルが支給された。避難の嵐の末。この時はさすがに見直しが行われ、 給与分は日割りとする法案が成立したが、文書交通費については見送られてしまったのだ。そのうちメディアで報じられることも、世間の話題に上ることもなくなり、いつの間にか忘れられた。あれから10年以上が経った。再び問題が再燃したが、自民党は文書交通費を日割りで支給する法改正を行った上で、領収書や使い道の報告については引き続き検討する案を示した。 前回のやり方が成功体験になったのか、これが与党のやり方なのか、今回も自分たちの首を絞めるようなことはしたくないのだろう。文書交通費は議員にとって、領収書不要、使い道も自由という使い勝手の良い、第二の給与、と言われる。いや、支給されても税金がかからないのだから、給与よりお得だろう。どんなことにもコンプライアンスの遵守。 モラルや透明性が求められる今の時代に、法を作る側の議員たちがそれらを軽んじているという矛盾。彼らには、自分たちは普通の人々とは違う、という、上流階級バイアス、があるのだろうか。人は地位が高かったり、金持ちだったりするほど、モラルに欠ける言動をする傾向があるという、そんなバイアスを象徴するような光景が今年も国会や会見でいくつも見られた、特に、 緊急事態宣言中の1月、政府が国民に自粛を求めていたにもかかわらず、深夜まで銀座のクラブをはしごしていたことがばれ、自民党を離党した松本淳元衆院議員らの謝罪会見は、抜きんでていた、一緒に離党した田野瀬良太志道衆院議員と大塚隆元衆院議員の、銀座三兄弟、まず揃って頭を下げたが、 その後ろに見えた自民党のポスターがブラックジョークみたいだったのだ。大津市の菅義偉で前首相が前を見上げ、背景は熱意やぬくもりを表したという燃えるような赤、決めつけに国民のために働くというキャッチコピーが記されていた。結局文書交通費は、与野党が合意した日割り支給も見直されなかった。なぜ、と思ったものの、もしここで法改正が行われれば、 11月18日の会見で日本維新の会の松井一郎代表が自民と立憲で日割り計算だけで何とかうまく落ち着かせようと言っていると述べたように次に問題視、されるまで首都報告が見直されることはないようにも思えてくる長田町の常識は世間の非常識と言われる長田町で来年はどんなバイアスが見られるのだろう